はい、じゃあ次の授業に入りたいと思いますが、じゃあ今度はヨハネによる福音書の9章の1節から3節までを読んでみたいと思います。じゃあ読みますね。はい。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。皆さんがよく知っていらっしゃるあの箇所ですね。でもあの皆さんが伝道についたり、あるいはまたあの教会生活をしていて、そしてクリスチャンになったにもかかわらず、あのどうして、まあ、人生には思いがけない不幸というものがあるんだろうと、そういうことをね、考えられたことあると思いますね。実際あの50年、牧会をしたりしていますと、信徒の方で思わぬあの病気にかかったり、あるいは災害に遭遇したりとか、あるんですね。でなぜなんだろうというふうに思ったりします。で、まあ、そういうことについて、まあ、イエス様はどういうふうにお考えになっていたかということをですね、あのここから考えてみたいと思うんですけれども、イエス様が道の途中でこの生まれつきの盲人をご覧になった。すると弟子たちが、この人が生まれつき盲目に生まれたのはこれはどうしてなんですかと聞きました。つまりあの不幸の原因っていうのは何なのかということですね。それは彼自身に問題があったからか、それとも家族に問題があったからか、なぜこの人には生まれつきこんな不幸というものがやってくることになったのかという一つの問いかけですね。するとイエス様はですね、答えて言われました。みんなも尋ねられたことない？クリスチャンだけどなんでそういうことが起こるのというふうにですね、クリスチャンであってもなくてもやっぱり世の中にはそういう不幸がたくさんありますね。で、そういうことをやっぱり弟子たちもイエス様に聞いてみたかった。で、この人がなんで生まれつき盲人なのはどういう理由によるんですか、この人が何か間違ったことをしたんですか、それとも先祖のたたりなんですか、というような問いかけをしたんだと思いますね。で、それに対してイエスの答えはこうでした。この人が罪を犯したからではありません。また両親が罪を犯したからでもありません。むしろ神の業がこの人に現れるためです。これがイエス様のお答えでしたね。で、まあ、ここからまずやっぱり考えてみたいのはですね、やっぱりこの世には不幸というものがあるということです。これは避けられないですね。そう思います。どうしてかなと思うようなことをたくさん経験してきました。自分だけではなくてやっぱり自分の周りにいる方々に、ね、そういうことが望むことに、なぜだろうと思うことがありましたね。で、しかしどうすることもできず、まあ、不幸というものはやっぱりあるんだと思いますね。で、
実際ですね、僕を導いてくれた宣教師たちを思い浮かべると、スプアという女性の婦人宣教師ですね、彼女を通して僕がクリスチャンになったんですけど、本当に人格的に素晴らしい方でしたね。でしかし、最後はアルツハイマーで、亡くなっていきましたね。でも彼女は、しばらくカナダに帰って日本に帰ってこなかった時があったんですけど、その時には自分のお母さんの面倒を見ていました。でお母さんはやっぱりアルツハイマーでしたね。それで、そのお母さんが亡くなるまで、ずっと面倒を見ました。そして日本に帰ろうとした時にお姉さんがアルツハイマー発病しました。それでお姉さんの面倒をずっと見て、でお姉さんが亡くなってから日本に帰ってきました。でそれでその宣教師は言いました、お姉さんもアルツハイマー、お母さんもアルツハイマー、多分遺伝的なものだと思います。だから私も必ずアルツハイマーで、そして亡くなるだろうと思いますというふうにおっしゃってましたが、果たしてそうなりました。でそれで、もう一緒に生活ができなくなった他の婦人伝道師とですね、というのは出て行って帰り道が分からなくなっちゃう。で随分消防団を通して探したりしたこともあったんですね。それでとうとうある施設に入られることになった。それでもね、お祈りはできるし、いろんなことができるんですよ。で僕は見舞いに行きますとですね、そこにはノートがあって、私はアルツハイマーですと書いてあるんです。ですからあなたが訪ねてくださってもすぐあなたのことを忘れます。ですから何時何分に私はここに来ましたと、あなたの名前と時間を書いてくださいと書いてあるんですよ。でそうして後で、ああこの人が来たんだなということを私は思い出します。で、まあ、そういうような感じですから、そうなのかなという感じでしたよね。でもお祈りするときは素晴らしかった。で僕の娘たちもお見舞いに行きました。そしたらこの娘を見て、あなたのために祈りましょうって言ってね、祈ってくれると、もう娘はもう感動して涙が出るぐらいの素晴らしい祈りをしてくださる方でしたけれども、しかしいなくなったらわからないですね。そういうような病気 でだん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 今度は行動もおかしくなってきた。それでとうとうその施設で預かることができないと言われて、非常に悲しいんだけど、いわゆる何ですか、昔の何と言えば、今は何と言うんでしょうかね、いわゆる精神病院に入らなければならなくなったですよ。でそこへ見舞いに行った時はとてもつらかった。で周りには本当に行動のね、分からない、ちょっと、ね、異常な感じの人もいる。その中になんでこの宣教師がいなくちゃいけないのかというのは僕にはとても衝撃で、悲しかったですね。ですから不幸っていうのはどんな人にもやってくる。こんなに立派な、人格的にも素晴らしく、多くの人々に本当に犠牲的に福音を語った人にでさえもこういうことがあるんだということは、僕にはすごく理解できない、なぜという、ね、気持ちがね、起こってきましたね。でまあ、僕らが、ね、尊敬していたジョージ・ボストロムという宣教師も、俺はもう本当に、実は私の妻はその人と一緒に住んで、その人の通訳をずっとしていたですよね。で、僕から見ると何て言いましょうかね、どう言えばいいんでしょう、 いわゆる聖徒って分かります、聖書の聖徒、聖、ね、聖、今はあまり聖徒的な人いないのね。すごくカリスマ的な説教者はいるけれども、しかし本当に祈りの人ですね、フランチェスコみたいな人ですね。で僕はもうその人を通して癒されてね、そして律法主義から解放された、
本当に恵みの人ですね。で、その人の説教を聞きながら僕の心が癒されていくのを感じた。ですから僕はあまりそのボストロムさんのことを言うので、ある人が言いました。君はイエス様よりボストロムさんの方を、ね、尊敬してるとか言われちゃってね。だからそれぐらいの人でしたね。で、彼がいつもそこに泊まる時には朝祈祷会で彼がいつも話をしてくれるんですけど、もうその話を聞くだけで神の臨在を感じるような説教する人でしたね。その通訳をしてたのが私の奥さん、ですから僕は英語がその頃わからなかったから、彼女の声を通してボストロムという宣教師の人格に触れていたわけですよ。だからきっとね、その通訳をしている女性もボストロムさんのような人だと思ったのね。どうして笑うの。だからそこに勘違いがあったのかもしれない、ね、でもいずれにしてもそんな立派な人だったんだけど、若かったですよ。まだ65くらいだったと思いますが、脳腫瘍でも、それは家族もみんな驚いた。なぜかというとね、そんな紳士的な、そして本当に何て言うんでしょうね、マナーもとても素晴らしい、宣教師なのに、突然説教中に高笑いをしたんです。あーっと笑っちゃった。そんなこと絶対しない人ですね。で、家族は一体何が起こったんだろうと思ったんですよ。それから一緒に食事する時にも、この人はとても断食をする人でね、僕が会った頃はね、1年に40日の断食を2回ぐらいやる人だった。だから本当にただ神様との交わりの中に生きるような人だったんですよね。ですから当然食生活に対しては厳しい抑制を持った人なのに、家族との生活に限りなく食べる。だからお父さんね、もうやめてというふうに周りが言わなくちゃいけない。だから何かがおかしい、人格的に何かがおかしいというふうにみんなが思い始めた。それで激しい頭痛がしたので病院行ったら脳腫瘍、しかして余命いくばくもない。でもね、家族は逆にね、ほっとした。なぜかというと、それが人格的に変わっているのかと思っていたら病気だったんだということが分かってほっとしたですね。で、僕も、そういうボストロムさんの変化を見て悲しくなった。あんな立派な人を神様は時に人格的に変わったんじゃないかと思うような仕草をするような人にしてしまうなんて、どうしてですかと僕は思ったですよね。そういうような不幸が突然どんな人にもやってくる、もうすごく僕には不可解でしたね。そして僕と一緒に働いていた、ね、僕にこの教会をやりなさいと僕にそれを任せてアメリカへ帰っていったチャック・ニコラスという宣教師は50歳の時にパーキンソン病になりました。そして次第にパーキンソン病っていうのは動き出すと止まらないですね。で、そういうような病気でしたけれども、僕はよくアメリカに行くとですね、奥さんがいつも看病しているので、僕は彼と過ごして奥さんを少し解放してあげるですね。で、その奥さんは僕が行くと「エイジお願い」って言って幸子さんと一緒に買い物に行くんですよ。で、僕は彼と一日中一緒にいる。で、そんな時にも彼をいろんなこと手伝ってあげたりするんですけどね。それでまた翌日もその奥さんのペギーさんが「エイジお願い」っていうふうに言って行くので「え、今日もですか?」って言ったんですよ、僕が。そしたら「あなた、私はどれぐらいの長い期間やってるか知ってる?」とか言われた。たった2日や3日ぐらいであなたは、ね、不満を言うの?」とか言われて、それで「すみません」って言って、そして彼と一緒に過ごすですね。いろんなことを助けてあげたりしながら。でも
とても素晴らしい宣教師夫妻でした。でも、ね、パーキンソン病、そして、70歳で亡くなっていきました。とても身近に我らを育ててくれた人たち、そしてここで教えたことのあるカールトン・ケニーっていう宣教師もやはり前立腺のがんで非常に早く亡くなっていったですよね。そうすると僕はこういうのを身近に見ながら、クリスチャンであってもどんなに経験に生きても、どんなに神様と親しく交わっても、そしてまた周りの人に非常に敬虔な影響を与える人であっても、不幸というものは望むんだ、避けられない、まあ、それが、まあ、僕にとっては、まあ、一つの大きな教訓、もう身近な人々に起こっていく出来事ですね。だから僕は大体人生をもう楽観視していません。何でもやってくる、だって僕より素晴らしい人たちにあんなことが起こってくるって、それよりね、ずっと劣った自分に起こらないはずがないとさえ思うくらいですね。ですから、まあ、そういう意味でですね、イエス様が言われました。あなた方はこの世では悩みがある、だからどうぞ驚かないでください。僕もそういう驚かないこと、だってイエス様そうおっしゃったから、あなた方はこの世では悩みがあるというふうにおっしゃったから。で、まあごめんね、こんな話は暗くなるね。でも事実の出来事でも、世の中はみんなよくそういうものを身近に経験しながら、周りの人はじっと人生をしっかりと生きてらっしゃるんだな、これクリスチャンであってもなくてもよく立派に生きてらっしゃると思うことあります。ですね。向田邦子っていう作家がいますけど、知ってますか？ね、この人のエッセイはとてもうまいんで、僕も時々こっそり気晴らしに読むですね。で、この人は乳がんになった時にね、もう自分は長く生きないと思って、遺書のつもりで自分の家族のことを洗いざらい書いて出版しましたですね。それが父の詫び状っていう本なんですけど、お父さんってすごくね、昔の戦前の父親って、もう絶対的な権限を持って家族に命令していた人なんですよね。ですからお父さんが詫びるなんてことはありえない、もう鶴の一声で何をかをせよって言われた、みんなしないと機嫌が悪い人だったのね。ところが一回だけこのお父さんが自分に詫びてくれたことがあった。それでそれを題にして父の詫び状っていうね、エッセイを書いたんですよね。で、まあ、ところが遺書のつもりで書いたんだけど、彼女手術したら、ね、成功して助かったんですね。そうしたら遺書のつもりで家族のことを洗いざらい書いたもんですから、家族から大不満が起こってもう私たちのことを世の中にね、許可もなくで、ね、もう何もかも書いて、もう私たちは恥ずかしいです、外歩けないとかいうふうに言われたそうですけれどもね。で、ところが、それが爆発的に売れたんですよ。それだけじゃなくて、その後書いたいくつかのエッセイで、なんと彼女は直木賞を取っちゃった。有名人になっちゃったんですね。で、原稿依頼が殺到しました。それで彼女はね、休暇のために、そしてまた一つの取材のために台湾へ行った。そして台湾で誰にも言わないで行ったんですよ。ですから友人も知らない、こっそり行ったんです。そしてそこで飛行機に乗って、国内の飛行機で、で台湾で飛行機事故が起こりました。そしたらその乗客名に向田邦子とあったんですよ。で、まさかと友人たちは思ったんですね。調べて確認を取りました。いない、日本にいないってことが分かった。そしてどうも台湾に行ったようだってことが分かった。そして随分経ってその人が向田邦子ということが分かったんだというふうにですね、全員死亡だったんですよね。で、
僕はですね、周りの人もそう思ったと思いますよ。どうしてこんなことが起こるんだろう。だから人生っていうのは分かんないですよね。で、いろんなことが突然、起こってしまう。多くの人はやっぱりなぜと思うんですけども。ですから当然弟子たちもなぜですかと聞いた。そんな質問を受けたことあるでしょ。あなたクリスチャンだけど、クリスチャンになってもそれどう考えるとかですね、聞かれますよね。イエス様はそれにどうお答えになったと思いますか。素晴らしい弟子たちの質問に対して、深い質問に対してどうお答えになったかですね。で、他の多くの宗教は不幸を取り除くことができると宣伝します。癒されると。もちろん癒しもあるでしょうですね。で、そのためには供物を捧げなさいと言うかもしれない。もっと献金しなさいと言うかもしれないですね。あるいは先祖を供養しなさいと言うかもしれない。さまざまなことを言って、で、彼らは何とかして不幸を取り除く道を提供しようとしますよね。ところがですね、聖書は何と答えているかというと、不幸の原因は分からないと答えています。誰のせいでもありませんとイエス様はお答えになった。つまり聖書はその原因については沈黙しています。イエスもお答えになりませんでした。しかし不幸の目的についてはイエス様はお答えになったんです。原因は分からないけども、何のためかということはお答えになりました。何のためとおっしゃいましたか。神の技がこの人に現れるためというふうにおっしゃったわけです。つまり不幸には目的があります。原因は分からないけども目的がありますですね。何かを教えてくれる、あるいは何かを語ってくれる、誰かのために、あるいは分かりません、少なくともある目的がある。神の技が、栄光が現れるためであると。で、沖縄復帰の50周年記念式典がね、ついこの前ありましたね。たまたま私の妻はそれをテレビで見ていたんですよ。で、コロナの時期でもあるので、天皇と皇后はそこに直接沖縄に行かないで、オンラインで、ズームで、オンラインで大きな画面に天皇と皇后が映り出されて、そして彼が挨拶の言葉を述べ、するとですね、すぐに一人の歌手が立ち上がって、国歌君が代をですね、響き渡る声で読唱をし始めました。妻はそれを見てびっくりしました。なんとそれは新垣勉さんだったんです。で、妻はその声に感動しましたね。で、ご存知だと思いますが、新垣さんは全盲の人です。メキシコ系アメリカ人の父と日本人の母との間に生まれましたが、出生後間もなく助産婦の手違い で劇薬をかけられて、それで目が見えなくなったですね。で、そしてお母さんに捨てられ、もちろん父親はアメリカに帰ってしまってわからない。それで彼はなんとおばあさんに育てられたですよね。で、そのおばあさんも中学校2年生の時にいなくなりました。おばあさんに育てられたのでね、彼はあんまり目が見えない人でもできる大きな、なんて言いましょうか、可能性をあまり教えられていなかった。普通だったら目が見えなくてもちゃんと箸を使って、そして食器を、ね、口にきちっと持っていって食べるとか、そういうこともちゃんと教えてくれる。あるいは服の着方とか、そういうことも若いお母さんだったらきっとしつけて教えたに違いない。ところがおばあさんに育てられたので、とてもかわいそうだと思って甘やかして育てました、ね、ですからあまりそういうような目が見えても見えなくても他の
健常な人と変わらないような仕草ができるようには育てられなかったので、彼は後でそれを修正するのにとても苦労しましたね。まあ、そういうような不幸を抱えた人だったんですよね。ですから、まあ、彼自身もずっと親を恨んでた、父を恨んでいたと彼は言いましたね。そして人生を恨んでいました。そんな彼がクリスチャンになりました。そして彼の心を癒したのは、彼の中にはびっくりするような、あの音楽の賜物があったんです。彼は完全音階です。ですね。で、それが賛美歌が彼の心を癒しました。彼はその後牧師になるために西南学院というところへ行ってですね、福岡の西南学院で進学へ行きました。で、その頃にですね、牛野教会のまあ、オーズクリスチャンシンガーズ、歌を歌う青年たちと友達になって、それで荒垣さんは何度も僕の家に来ましたね。で、泊まりました、世話をしました。で、うちの教会の若者たちがいつも彼を手を引いて案内をしたりとかね、手助けをしました。で、もちろん我が家の食卓で、妻が作る食事を荒垣さんは何度も何度も食べたし、で、後にですね、彼は有名になるんですけど、それでもね、熊本のことが懐かしくて、ある時電話をかけてきて、僕正月をそっちで過ごしたいんだけどって、それでやってきました。で、我が家で正月を過ごしたこともあるんですよね。ですから、うちの子供は小さい時から知ってるから、彼はこうちゃんこうちゃんって、こういちって言うんですけど、こうちゃんこうちゃんとか呼びながら可愛がってくれてたですね。その彼がですね、後に彼は進学校行って牧師にもなったんですけども、やっぱり音楽をもっと生かしたい、それで彼は努力して東京の武蔵野音大かどっかで入学して音楽をね学びます。そして福音歌手となりましたが、それでもやっぱり福音歌手では食べていけないですよね。貧乏でした。そうすると、うちの息子がね、大学、東京の大学に行ったので、時々電話がかかってくる、こうちゃんって電話がかかってくる、うちに来てちょっと片付けてよって、だって目が見えなくて一人暮らしだから、だんだん最初は秩序があって、あれはこここうって決まってるんですけど、だんだんあちこち行っちゃうと分からなくなりますよね。だから高一は行って、そして全部手伝ってあげて、掃除をして、物を置き場所を決めて、そして帰る時にはいつも荒垣さんが食事をご馳走してくれたっていうのね。そのうちにね、彼の歌った歌が爆発的に全国で売れた。それが皆さんがよくご存知のなんですが、サトウキビ、なんだっけ、あれはなんていう歌だったっけな、どっかに書いてたと思うんだけど、サトウキビ畑っていうね、歌があれは感動的に歌いましたよね。それが爆発的に売れて、そしてまあ歌手、一般の歌手としてテレビにも出るようになったんですね。で、ある時また高一に電話があった。こうちゃん来てよ、今僕すごいところに住んでるんだっていうのマンションを買ってそこに暮らしてるのね。それで彼は行ったの。そうしたらもうびっくりしたって、すごい綺麗なマンションで、ね、荒垣さん大丈夫、こんなすごいところに住んでお金が、ね、CD 売れなくなったらどうするのとか聞いたら、大丈夫だよ、その時はまた貧乏暮らしに戻るさ。すごくおおらかな人でしたよね。そういうような、荒垣さんがですね、僕たちがよく知っている、だからうちの教会に来ても何度も歌ってくださったんですけど、後からはもう来れなくなりました。なぜかというと、マネージャーがいて、来るだけで70万かかる、とても教会70万払えないじゃないですか。だから呼べなくなったんだけど、ところがそういう僕たちが非常によく知っている彼が、なんとね、その大きな式典で国歌を斉唱しているわけですね。まあ、彼はね、そういうふうに有名な歌手にもなりましたけれども、自分の心にある信仰だけは決してね、いい加減にはしなかった。ですから、どこへ行ってもナンバーワン
という言葉を使いながらですね、ナンバーワンではなくてオンリーワンの人生を生きようというテーマで学校やいろんなところでね歌ってくれていました。まあ僕が言いたいことはどういうことかというとですね、彼はかつて不幸な人間であったということです。そして神を恨み、そしてまた人生を恨んでいた人であったということです。ところがなんと神は彼の不幸を用いてご自分の栄光を表されたということが僕はやっぱり言えるんだな。ですから彼は今はとても不幸な人だと自分は思いません。もう冗談ね、すごくユーモアにあふれた人ですね。まあ、そういうことを思いますときに、ああ不幸ということの中にも何か特別な目的があるんだなということをね感じますね。みんなはアンネの日記の著者アンネを知っていますか。彼女もまた不幸な人生ですよね。ただユダヤ人というだけでヒトラーに追われて小さな窓一つしかない屋根裏に住むよりほかない、そういう境遇の中に少女時代を送らなければならなかった。なんと不幸だろう。しかも14歳でついにですね、その狭い環境でやっと生きていたのに捕らえられて、そして、彼は収容所に入れられてそこで死んでしまいます。わずか14年の生涯でしたね。しかしそこで小さな部屋の中で、ね、自分の空想力を生かしてたくさんの文章を書きました。アンネの日記はその文章を集めたものですよね。で、そういうようなアンネの日記はいつの間にかですね、戦後お父さんがそれを出版しましたので世界で読まれるようになりました。その日記を一生懸命読んでいたのが有名な作家で小川洋子っていう作家、知ってますか。で、彼女はこのアンネの日記が私の人生を変えたというほどにアンネの日記を読んだそうですね。で、言葉が何にも侵されない自由を与えてくれることを私に教えてくれたのはアンネの日記でしたと小川洋子さんは言っています。で、そのアンネの日記の中にアンネはこう書いていたそうです。私の望みは死んでからもなお生き続けることというふうに14歳の少女が書いていた。それを小川洋子さんは読んだ。そして言いました。アンネのその言葉を読むたびに私はこうつぶやくんです。アンネさん、あなたの望みは叶えられたのよと私はいつも言うんだと小川洋子は言うのね。あなたが踏み入れたこともない小さな東の国で一人の元少女が何度も繰り返し繰り返しあなたの日記を開いているのが何よりもその証拠じゃないと彼女は言いました。またこんなこともね、彼女はアンネの日記について書いていますよ。数えきれないくらい読み返した本、作家になりたいと願う私の道しるべになってくれた本、天国へ行ったら真っ先にアンネを訪ねお礼を言わなければならないだろうと私は思う。そして言う、あなたが行ったこともない東洋の小さな国で生まれた子供がアンネの日記に感銘を受け自分も本を書いていきたいと夢見てそれが実現したのよということを彼女に言いたい。今日本人の作家でノーベル賞候補になっている人知ってますか。この人もその一人。この人の書いた本はフランス語、ヨーロッパ語にたくさん翻訳されて、で評価を受けているそうですよ。そんな作家を14歳の女の子が書いた日記によって大きな影響を与えたということをね、この小川洋子さんはアンネにどうしても言いたい。天国に行ったらあなたは生き続けた。あなたが行ったこともない東洋の小さな国で一人のこんな少女が感動して、そしてあなたのように文章を書きたい人になりたいと言って
私の書いたものを今や多くの人々が読んでくれてるのよということを言いたいんだというふうに言ったんですね。今や14歳で悲しい死を迎えたアンネですけれども、彼女の書いたものを今世界中で読まれていますよね。ですからアンネの不幸の原因はわからないですね。また理由もわからない。でもそれが何をもたらしたかということはわかる。ですから不幸というものは時々ですね、不思議なことをするんだなと。神様は不幸な人生を送った彼女を用いて今も多くの人の心を動かしておいでになるんだなと思います。ですから不幸はなければない方ないほどいいのかもしれません。でも神様はね、やっぱ不幸でさえも豊かに用いてくださるんだなということが分かりますね。ですから時に不幸が我々に来ることもありますが、一体不幸というものは我々に何をもたらしてくれるかなと思います。皆さんだってね、これまで生きてきた中で自分に起こってほしくないことが起こったことあるじゃないですか。嫌なことも辛いこともあると思いますよね。でもそれは必ず何かをもたらしてくれます。で、第一番目に不幸が我々にもたらしてくれるもの、不幸は私たちを神様に向かわせてくれます。だからもし我々に何の苦しみもなかったとしたら一体どうでしょう。神を求めたでしょうかですね。私がクリスチャンになったのもそうです。もしあの時僕自身の人生が非常にスムーズに開いていたならば教会には行かなかっただろうと思います。挫折しました。なぜ自分にはうまくいかないんだという気持ちがありました。だからですね、その思いがやがて私を教会へと導いたですね。ですから自分の過去を振り返って思います。もし病気をしなかったなら、もし私の家が貧しくてで、この進めない学校へ、この進めないというような状況になくて豊かであったならば、多分僕は神を求めることはなかっただろうというふうに思いますね。で、第二番目に不幸が我々にもたらしてくれる第二は、不幸は私たちの心を深くしてくれます。何の苦しみもなかったら私はもっとですね、享楽に明け暮れ、人生について真剣に取り組むこともなく、とても軽薄な軽い人間になってしまった。今も軽いけどもっと軽い人間になったかもしれないですね。ですから金属が精錬されて一層の輝きを増すように、我々の人生もやっぱり試練を通して輝くものになっていくんだと思います。ですから詩編の記者は言いました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。最後に第三に、不幸は体験すると、その不幸を皆さんが神様によって慰められて、そして神様と近くなったならば、今度はあなたと同じような不幸を抱えている人をあなたが慰めることができます。我々が慰められた慰めを持って人を慰めることができる。これは素晴らしい人生への転換だと思いますね。だから神様があなたを軽薄な人間にしないために、あるいは少しでも人を慰めることができる、人の心を理解できるような人にするために、時に我々に辛いことをお与えになるのかもしれないですね。ですから不幸は決してマイナスばかりではありません。私たちの想像を超えた大きなプラス面を持っているんだと思いますね。で、ですからイエス様があんな生涯を送れた理由が分かりますよね。どうしてイエス様のところへ行けば慰められるの？それはイエス様が悲しみの人だからとある人が言いましたが、まさにそうですよね。まあ、そういう意味で
私たちの境遇は必ずしも万全ではありません。全てがうまくいってるわけではない、だけどだからこそ我らは神様によって用いられる可能性もあるんではないかというふうに思います。ですからそういう意味では不幸を正しく受け止めるならば多くの益をもたらすんだなということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから僕は不幸についてはもう悩まない、なぜですかと問わない。それは神様のご計画通りに自分の人生は進むだろうと思います。思いがけないことが来るかもしれない、でもそれもまたですね、神様が栄光をですねお受けになるためだなというふうに思います。ですから不幸は避けられない。そんな中で我々のできることがあります。第一はだからこそ日々近く神様とできるだけ近く歩むことですね。で、僕にもやがて不幸が近づきつつあります。もし人生の最大の不幸が死であるならば、それはもう間近に来てるわけですね。ですから、ああそれはやがて来るだろうなと思いますね。まあ、今回も梶川先生から札幌に、学院に来ていただけますかということだって、もう今年は行きます、2年間行かなかったからもう行きますって言ったのね。それでカレンダーに、ね、北海道行き、ね、学院で講義をすることを記入しましたね。でもずっと先のことでした。ですから忙しくやっている、そのうちにだん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 来ますよその日は。そしてあれもう行かなくちゃいけないんだというふうにやってくる。そういうふうに時間は必ずやってきます、過ぎていきます。そして最後の我々にとって最大の日は必ず来るだろうと思います。死は必ず刻々とやってきます。でもそれに怯えることはできないじゃないですか。それは不幸かもしれないけども、実はそれを通して神様は不思議なことをなさるに違いない。そう思うとそれまで、ね、普通にやっていかなきゃいけない。それは毎日ともかく神様と共に歩むこと。第二番目は今日の仕事、毎日やってくる今日の仕事をやること、それしかないものですね。それをコツコツとやることですね。そしてもう一つ、もしできることなら誰かのために少し良いことをすること、誰かのために少しでも奉仕することですね。私の奥さんの一番優れていることは、そこまでしなくていいよと僕が言うことでもやることです。どうしてそこまでやるのと思うくらいにですね、まあ今度ね3年間もコロナで旅行ができなかったので、アメリカに住んでいる娘の家族がもう絶対に今度はね日本に行きますと来ました。そしてね旅行を計画してやってきたんです、昨年の暮れにね。そして3年経ったので子供たちが成長しちゃってティーネイジャーになってるんですよ。前回までは来たら子供たちは雑魚寝なんていうのかしら、どこでも布団を敷いてあげれば眠れるような子供たちだったのが、ティーネイジャーになってるからベッドをそれぞれ持って、寝なくちゃいけない。だから準備が必要ですよね。そうしたら私の娘がもう長い間自分の兄家族と会ってないからって言ってすぐに連絡して、お兄ちゃんたちもおいでよって勝手に計画してそしてみんなで熊本で会おうなんていう計画をして、で北京から今度は息子家族も全員やってくる。で僕は思いました、僕たちをいくつだと思ってるんだと。もう年寄りで、ね、妻は病気上がりで必ずしも健康とは言えないのに、一体しかも娘は3年間もいなかったから今度は長くいます、3週間なんですよ。
考えられる。それでそうしたらもう彼女はその準備のためにそこまでしなくていいよというのに部屋を片付け掃除をし、そしてね、僕たちの住まいの後ろに子羊館というのがあって、その2階はねしばらくコロナで使ってないので、それをもう畳を磨いて拭いてドアを、まあ、皆さんが僕たちが来るために準備をなさるくらいに、でもたかが息子ではないかと思ったんですけど、それでも彼女はねもう一生懸命尽くすんですね。でもうね、彼らが来る前に君倒れちゃうよと思うくらいに、でもねやってよかったと思うようなことで、ね、彼女はねやりますね。それだけは僕はもう頭が下がりますね。僕はだいたいほどほどにやっちゃう人間なんですけど、ですから何を言いたいかというと、我々に与えられた時間は非常に限られている。いつか死を迎えるだろう、不幸はねやってくることがあるだろう、しかしながらそれでもそれが避けられないとしてもやることがいくつかある。一つは神と共に歩むこと、そして今日主が与えてくださったことを忠実にやっていくこと、そして誰かのためにわずかな良いことをやるということ、そういうことは毎日毎日やっていいことかなと思いますね。はい、以上で終わりたいと思います。じゃあお祈りしましょう。天の地なる神様、今日は本当に、この生まれながらにして盲目であったその人がなぜこんな不幸があるのですかという弟子たちの問いに、イエスは神の栄光が現れるためとおっしゃいましたが、我々にも不都合なことはあります。しかしそれを通してあなたはご自分の栄光を表してくださると信じます。主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。分かりました。なんかあの、環境設定することで自分の伝えなければならないこと、例えば本を作るとか、教会に招くとか、そういう環境があれば自分自身の、意見っていうのを、まあ、スムーズに伝えられるっていうようなことを昨日あの学ばせていただいたんですけど、そのなんかそこまでに至らない人との関係性ですごく悩んでいて、いろんな価値観がある人たちとの関わりの中で、なんかこうなんて言うんだろう、どういうふうに関わっていくと平安があるんだろうなっていうのをすごく思っていて、なんかそのちょっとごめんなさい、まず漠然とした質問にまずなってしまうんですけど、なんかそこをちょっと聞きたいなって。さまざまな意見を持っている人たちが世の中に行けばいればありますよね。そういういろんな意見を持っている人たちの中で、まあ、自分には自分の考えがある、そういう中で周りとどう調和していけばいいのかということですか。あ、そうですね、調和ってよりはその僕の場合ちょっと伝道することの心の強さがすごくある、なんかそういう思いが結構強いので、あの時を見る癖がちょっとあるんですよね。その人の状態とか、あ開いてるなとか、いわゆるそういう不幸な状況にある人に語った時が、まあ、招きの時とか、そういうのをこう割と見極めるような、こういうそういう数年間のこう訓練があったんですけど、なんて言うだろう、そうじゃない人たちとの関わりっていうか、あこの人はただ僕と話をしたいだけだなというか、まあ、とか、なんて言うんだろう、この、まあ、要は求めてることが神じゃない、その人の求めて本質を掘っていってあげたらそれはイエス様につながるんだけど、ちょっとそこまで硬いかなというか、なんかそういう人たちとの交わりにあんまりこう喜びが正直なくて、まあ、だからその辺をどうしていく、まあ、自分の心の問題なのか、なんかこうちょっと先生の経験の中でそういう方たちとの関わりとかっていうのをちょっと聞きたいなと。要するに あなたの場合には自分には自分の考えがある、要するに信仰っていうものがある。
で周りは別のさまざまな考えを持っている人たちがいる。でそういう人たちとただ調和して過ごすということではなくて、あなたは自分の考え、自分の信仰というものを、そういう違った考えを持っている人たちに何とかして伝えたいという気持ちがあって、でそれを伝えるのにその時には考え方が違うので調和を打ち破ってしまいますよね。でその時にまあどういうふうにして人の心を開いて自分の何て言いましょう信仰っていうものをその人の中にこの伝えていくことができるかというようなことをがあなたの質問ですね。あ、そうです。そこまで自分の力で強引に何かをしようとは全然思っていないけれど、思ってないんですよね。うん、ただそのなんで時を見る、相手の時を、開かれているかどうかとか、はい、開いていたらそういうことをしたいという感じですね。うん、そうですね。はい、でその前の開いてない状態の人たちとの関わりにちょっと平安がないというか、まあ面倒くさいっていうか、ちょっと一言で言っちゃうと。なるほど。まあ、これはなんか性格の問題なのか、こう何かこうまあ訓練が必要なことなのか、どうなんだろうなっていう。はい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 。まあどういう意味でしょうね。僕はですね、残念ですけれど、自分の身近な人を導いて信仰に導いたことがない人間です。60年も牧師しているのに、例えば自分の家族を導いたことがありません。あるいは僕の友人を導いた経験がないの。悲しいけどごめんね難しいんです。だからできない。ところが教会で牧師をしながら多くの人々が連れてきた人差しを信仰に導いた人はたくさんいるんですけど、だから時々羨ましく思う時がある。例えばうちの教会に来ている人で家族をね、もう信仰に導いて、お父さんお母さんたちを導いて、そして兄弟たちを導いてっていう人たち、あるいは友人たちを導いている人たちがあるとすごいなと思って見てる。で残念だけれども、僕は身近な家族や友人を実は信仰に導いたことがない、親でさえない。ただ親は僕の生活を見ただけ。そして親は最後にはお前の信仰で私を葬ってくれというふうに言ったので、信仰を持とうとしていたんだと思います。だからそれはなかなか難しいことなんだと思います。基本的にはだって親しい人とは他人ではないので、どう言えばいいんでしょうね、向こうから求めてきてくれたならば話すことはできる。でもこっちからすることは、だからといって自然的な交流は常にやっていかなきゃいけない。まあごめんね、なんかうまくこう解決にならないと思うんですけど、私の妻も家族を導いた経験がないんですよ。だけど家族は私たちの生き方、あり方を見て尊重し、そして高くも評価はしてくれるんですよ。手紙のやり取りもある。僕たちはただ丁寧にその家族を扱います。対決はしない。そして生き方を通してただ彼らにその様を示していきますけれど、残念だけれども、なかなかできない弱さがある人間なんです。だから私の場合では、若い時にあまりも熱心にこれじゃないとダメと、イザヤ書の私の姉の夫がね病気で何ヶ月って言われた時に、イザヤ書を開いてここにこう書いてある、
もうイエス様の打たれた傷によっては癒されたのだって書いてある、これを信じなくちゃダメとか、そういう二十歳も上の姉に向かって、あるいはその周りに向かってそういう押し付けをしたために、本当にそれがかえってあだになってというか、だから長いしん、時間かけて私たちの生活を見て、彼が手紙をずっと修法や手紙を送り続けて、だからはっきりとしたそういう導きはやってないんですよね。だからそれ、そういうちょっと後悔みたいなの、やはり相手を尊重して、その相手が今本当に辛い思いをしてるっていう、そういう状況を飲み込んだ上で話すという知恵がなかったというのが、私の場合の経験は。そうね、うん、だからいろんなケースが、ね、あると思います。ですからお姉さんの、なんていうんでしょうかね、ご主人が癌ですごく若い時に、その時にもうお姉さんはもういろんな宗教に走っていった、それを妻は止めて、それはねダメだ、だから聖書を開いてって説教すればいいって言って、でもお姉さんは最後に言った、私が苦しいのはあなたには分からないって、私の好きなようにさせて、それ以来ね、彼女とお姉さんの間は関係が切れた状態になった。 でも僕たちが婚約した時にお姉さんが来てくださった、20も上のお姉さんなんですよ。で婚約して来てくださって、それからはね僕と文通するようになった。だから最後まで僕の修法を読み続けてくれました。90、100近くで亡くなったよね、うん、だからとても僕たちのことを尊重してくれました。しかし僕たちは無理にその心を開いて福音を投げ込むということはしなかったけれど、僕たちの生き方に対してはもうとても尊敬を払ってくれましたね。そういう感じしかできない人間ですみませんということですね。しかし教会に来た人には語りますよだってね、聞きたくて来てるんですから、できるだけ彼らの、ね、心に合ったような形で話したいなというふうに思いますね、はい、とても大事なことだと思います。何度もいろんな方たちがそういうような質問をいただいて感謝です。ありがとうございます。いや、今度のクラスはたくさんの人が質問してくださってとても嬉しいですはい、ありがとうございます。